サセックス公爵ヘンリー王子。初代かつ、当代のキルキール男爵。キルキール男爵は、連合王国貴族の爵位の一つ。二千十八年五月十九日、イギリス女王エリザベス二世が、孫のヘンリー王子のメーガン・マークルとの結婚に際し、彼の従属爵位として創設した。爵位名は、北、アイルランドダウン県の小さな漁港の町キルキールに由来する。 同日に、サセックス公爵位が再行されるとともに、ダンバートン伯爵位も創設され、ヘンリーに助釈された。伝統的に、イギリス王室の男性王族は、婚姻に際し少なくとも一つの釈区位を与えられる。2018年以前には、キルキールに関連する称号は存在しなかった。キルキールはアイルランド語のシルチャイルに由来し、狭い境界を意味する。 キルキールは歴史的にはモーン断浅寮に属する。モーン山地の近くに位置し、大型漁船の基地として使われている。この断浅威はヘンリー王子が北アイルランドにおいて称号を保持できるようにするために新たに創設された。女王とヘンリー王子との間で断浅威について個人的に議論が行われたが、重要する称号を選んだのは女王だった。ありがとうございます。